よっしゃ、やっていくぞー。間違えた、こっちか。さてと。よし、進め進め。ここに来た理由がさ、企業を探してたやんな。ちょっと待ってや、もうちょっと奥にあったら、奥に行ったらいい気あるかな。一人、そっか、この辺、頭皮の木ばっかりか。まあ、いっか。木の柵でここ、井戸を作ろうとしてたんですわね。この井戸、ね。そうそう、この辺でも頭皮の木しかないものでね。ちょっとまた行くのが大変や。そう考えると、普通の木の苗をこの近くで植えたいですね。よし、あ、ここ。よいしょと。よし、こうやね。まあこんな感じで木を集めてね、いろいろ作りましょう。お、豚さんが見てるぞ。なんだね。よし、あったあったあった、これ。はい、これをちょっと、この木の苗がね、ちょっと欲しいですんでね。木を切るだけじゃなくて、木を埋めてちょっと村の周りを発展させていきましょう。まあ何もなさそう、簡素な地ですがね。ここに木を植えましょう。はい、4人目の人いらっしゃい。ほい。さあ、こっからどういう風に村を発展していくでしょうか。ね、楽しみですわ。発展させるような場所がこっちに作ったらええかな。まあいいか。必要であれば左側のここら辺もどんどんね、てかれないやろ。よし。OK。でからね、失礼。今日は井戸を完成させたいね。うん、とりあえずいらんものがたくさん、いらんというかね、今も必要ではないものがたくさんあるね。中途半端。もういっぱいあるな。そうそうそう、これ。よっしゃ、6個あればいいかな。ちょっと作っとくか。よし、OK。では、12個作りましたね。よし。ああ、鶏が。まあいいか。よし、ここ。あ、違う、しくじった。鶏出すんが大変やな。しゃあない。助けてあげよう。ちょ、また間違えた。まったくどうやって登ったんだね、君は。はい、出してあげる。早く逃げるんだ。さあ、よし、あ、ちょ、間違えた。ちょっと、なんでここに来るかな。あかんよ、来たら。はい、あっち行って、あっち行って。よし。でからだね。よし。で、よっと。で、ここや。ここやな。こうして。ここやな。そうそうそう。石足りるかな。うん、こんな感じやな。で、おっと。OK。こんな感じ。うん。なんかそれっぽくないか？なんか形が、あ、そうだ、これが足場になってるのか。よし。うん、こんな感じやな。で、ここら辺をちょっと崩して、4か、こうか。こうやな。でから石の階段を作ろうか。石の階段を。石の階段、こっちか。よし。OK。はい。でからね。まあ、こうすれば、汲み取り式の井戸みたいな感じですね。はい。井戸完成です。どうだ？ね、こんな感じでね、村をちょっとずつ発展させていきたいと。
これ井戸、まあ気にせずね 井戸をモチーフにしました。さあ次何作ろうかな。次は畑かな。やっぱり畑はあっちにありますけどね、ここは村としてね発展させていきたいんで、次は畑やな。とりあえずいらんもんがたくさん、いらんもんって言っちゃあれやけどな。よし、適当にボンボン入れるとか性格が出てますわね、後でやるみたいな。これもいらんな。よし、お、鉄のクワ、鉄のクワ、石のクワじゃなかったな。よし、さあどこにしようかな。やっぱり次畑といえばこの井戸の近くでしょう。卵落ちてる。あれやね、鳥の恩返しですね、これ。鶏か。あ、どっか行っちゃったね。よし。ということで、この辺にちょっと、気持ち程度作りましょうかね。でね、あれやな、畑というか近くに水をね、張り巡らすイメージでね。よし。ということでね、どうしようかな、どう広げるべきかな。まあ小さくていいか、最初は。よし。で、ちょっと水が近くにね。よし。まあクレーターみたいな。ここをなんとかせなあかんな。よし。はい、OK。ここなんや、戦争があったかってみたいな感じで、なんかすごいことになってますね。で、必要であれば今のところちらっと見えましたが、黒曜石も取れますんでね。で、ここやな。よし。よいしょ。よいしょ。そう、こんな感じでね。よし。そう、こんな感じで作りたいんですわ。だからスコップ使いなさいって話やね。はい。よし。そう、こんな感じでね、畑を。私の村を作っていこうかと。動物の森、懐かしいな。だから急に何の話したっすんやろ。はい。よし。これを何回繰り返さんとあかんね。よし。水、もうちょっと近くになかったかな。てか、無限なんとかの使い方忘れてしまったわ。で、なくなっちゃうでしょ？どうやったかな？やり方忘れた。よし。わざわざ取りに行くんが大変や。ちょっと待ってや。バケツ2つあるやった。2つ使えばいいのにな。よし。はい。あ、たなんやここは、アトラクションか。よし。よし。よし。まあ、形にはなりましたね。もうちょっとあと2つ分。よし。よし、よし。はい、オッケー。お、狼がいる。いやいや。よし。こんな感じで、よいしょと。こうか。同じやん。こうか。なんか、いいか。まあ、とりあえずこんな感じでね。でから、スクワで。人参を植えましょうかね。はい。から、てか、やっぱり村にはね、村人は欠かせないわけですよ。まあ、最後は村人を住ませるのもありかな、てか、住ませるのが目的です。よっしゃ、できたよ。こんな感じでね。はい、畑完成。どうですか？ね、こんな感じでね。もうほぼ自己満足みたいな感じで作ってますが。こんな感じで。ちょっと待ってや。ちょっといい場所行こう。ちょ、画面が。よし。あれ、動けへん。ここ水量きつくねえか？あ、すやすやす。シフト押してたな。シフトじゃない。はい、オッケー。こんな感じでね。作っていこうかなと思ってます。はい。よいしょ。
人参があと2個になってもうたで。よし。よし。ない。人参があと2個。もっとたくさん人参欲しいな。60個以上はね、収穫。オッケー。じゃがいもなってるわ。よし、来た。よし。タイマーついたら確か成長早くなるんでしたっけね。よし、オッケー。ここは空中庭園をイメージしました。はい、それだけです。 よいしょ。なんかやたら牛がいっぱいいる気がしてきたぞ。お、人参になってる。ちょっと待って。よし、オッケーオッケー。あれ、ちょっと待って。お、よし、オッケー。出たぞ、ゾンビだ。倒せ。撃破。この辺あれやな、松明がないな。よし、さあこんな感じで、はい、5人目の人いらっしゃいませ。朝を迎えましょう。はい、寝ますね。はい、おはようございます。よし、ちょっと待ってや。さあ村の方行きましょうかね。また今日もね。はい、